大谷翔平ゾザースワールドシリーズ優勝、世界一おめでとう。いやー、やっとあいつの顔見ずに済むわ。え？あ、何が大谷翔平だよ。うんざりしてたんだよ。おい。ドア、ドア、あ、大丈夫か。ね、何？俺が手放しで祝うと思った？あいつのこと。ね、何がドジャースだよ。何がワールドシリーズだよ。興味ないわ。ああ、どうでもいいわそんなもん。ああ、連日連日ね、テレビで、僕生粋のテレビっ子なんで、ね、毎日朝起きて必ずすぐテレビつけてね、まあ、ずっとテレビつけてね、家で仕事してるんですけども、もう気持ち悪い。ああ、これ別に大谷叩いてるわけじゃないで、まあ興味ないけどさ、別にこれ大谷叩いてるわけじゃなくて、もう毎日毎日ね、もう猿の一つ覚えみたいにね、大谷翔平ホームラン、ね、メジャーリーグ大谷翔平ドジャース、はあ、もうね、吐き気してました。吐いてた、悪いけど、もうゴリ押しがひどいのなんの、マジでね、悪いんだけど、ね、岩島全国民を代表して言わせてもらうわ、悪いんだけどね、みんながみんな、ね、何？野球？メジャー？大谷？そんなんに興味あると思うなよ。どうでもいいんだよ。なんか昨今ではね、大谷ハラスメントなるね、言葉がね、作られるほど。まあ、ひどいよね。でもね、悪いけどね、それはね、メディア、マスコミが悪いよ。テレビが悪いよ。うざいもん悪いけど。だって大谷がホームラン打ったからなんやねん。大谷が世界一になったからなんやねん。なんか俺たちの生活変わるんか？あ？何俺たちの何？税金が安くなるんか？俺たちの何？手取りが増えるんか？俺たちの生活がなんかね、良くなるんか？なめてんじゃねえぞ、お前。ほんとね。悪いんだけど、ね、日本人ってほんと単純だからね、自分のことじゃなくてもね、同じ日本人がね、世界でね、活躍してなんかホームラン打った、優勝したとかなっただけで、自分たちがねすごいことしたかのようにね、錯覚する都合のいいね惨めな民族ですから、言っとくで言っとくで、大谷がすごいだけであって、ちょっとお前らには何も関係ないからね、お前らがすごいわけでも何でもないから。何気持ちよくなっちゃってんの？ね、気持ちよかったか？気持ちいいか？で、お前何？なんか生活変わったん？なんか収入増えたん？なんか彼女できたん？できてないやろ？バカじゃねえの？ね、そんなメディアのね、ゴリ押しの印象操作にね、まんまと踊らされる日本国民。そりゃ終わりますわ。そりゃね、自民党も勝ちますわ。ね。まあ、未だにね、政治がね、変わりませんわな。はぁ、あ。いや、もうほんとね、悪いんだけど。大谷を叩いてるわけじゃないで、別に。言っちゃ悪いけど、大谷なんて、俺からしたら隠したやから。何度も言うけど、俺中学時代ね、若き頃の大谷翔平にね、ガチ喧嘩して勝った男やから。これガチガチだからね、これ本当に何回も話してんだけど、捨て上げ大谷翔平で調べたら YouTube でたくさんソース出てきますから、私のね、武勇伝がね、大谷翔平の花巻東高校に進学した私のね、同級生、同じ中学の同級生、花巻東高校野球部に進学した野球エリートに柔道の授業で勝った男なんで、だからまあ大谷翔平に勝ったって言っても過言ではないというか、同じなんで、大谷に勝ったようなもんだから、
なあ、全然気にしてないのよ。俺からしたら、ああ頑張ってね翔平っていう、ああやってんじゃんって、まあ俺の方が強いけどねっていう、全然アリンコ見てさ、アリンコが頑張ってさ、こうやって餌運んで巣に戻る、ね、姿を見ても何も思わんやん、あ頑張ってんじゃんっていう、それと同じで、別に、ね、嫉妬じゃないから悪いけど、あいつが俺に嫉妬いいね、死ぬまで嫉妬するね運命だからね、もう二度とね、もう二度とやらないから俺あいつと柔道喧嘩 ね、勝ち逃げですわ、一生俺に勝つことがなくね、悔しい思いを引きずりながらね死んでいくっていうね、悪いけど俺の方がね圧倒的に上なんでね、うん、で思うんだよね、悪いけど何、ドジャースとヤンキースだかなんかがやったの知らないけど、ワールドシリーズってそもそもなんだよって話でね、世界一とか言ってるけど、何世界一っていう、アメリカでしかやってるんじゃねえのって、何世界一とかさ、ワールドカップ優勝したら世界一とかだったら分かるんですよ、でも何ワールドシリーズって何そんなに世界的規模にさ、いろんなアフリカとかヨーロッパとかアジアとか全部ひっくるめて何やったもんなの、知らねえけど、でもパッと見た感じなんかアメリカの国内でしかやってない印象があるんだけど、それで何世界一とかも慣れてんの、何が世界一だよな、悪いけどさ、ね、サッカーに憧れてるからっつって何ワールドカップの真似事ですか、うんね、何度も言うで何度も言うで、野球はマイナースポーツですこれはあおりちゃうねん、これ事実やね、悪いけどこれは事実なんだよ、僕サッカーアンチでもあり、野球豚アンチ、サカブタアンチでもあり、野球豚アンチでもあるね、公平なね人間なんで、サッカーをひいきするわけじゃないけど、そこに関してはね悪いけどかばえん、うん、お前らを、だってそれ事実や、もう悪いんだけど、だってどう見たって曲がりなりにもサッカーってもうほんと世界各地でね、ヨーロッパ、アジア、ね、アフリカ、最近ではそれこそね、アメリカの方でも流行ってて、メジャーリーグとメジャーリーグサッカーですか、野球がサッカーにほんともうね、サッカーが野球を追い越すかね、っていうくらいの勢いがあるくらい世界的に行われてるね、スポーツじゃないですか。でも野球ってのはこれに関してはもう事実やからね、野球ってのは日本、アメリカ、まあどこ、韓国、あと何、キューバとか、あとまあヨーロッパのなんかどこだ知らないけど、うん、ほんとごく少数の国でねちょっと盛り上がってるだけのスポーツなんですよ。これに関してはもうしょうがないけど、悪いんだけど、これはもう事実じゃないですか。うん、だからね、俺思うんだよね、何ジャッジだからなんか知らねえ、なんとかかんとかっていうなんかいるんだろ、大谷の同僚だか、そのなんか今回の試合に出てた、うんね、えなんかいっぱいメジャーの選手いるけどさ、ね、日本人でさ、ね、今回のワールドシリーズとか見てるやつでさ、そこら辺のさメジャー その他の選手のこと知ってるやつほぼいねえだろ。だからね、ほんとこいつら現金なやつらやなっていう、うん、もう野球のことが好きなんじゃなくて、ね、我らが同じ日本人のね大谷翔平様がね、世界のね屈強なねアメリカ人たちをねただきのめしていくっていう、そのなんかね、サクセスストーリーにね、なんか自分を照らし合わせちゃってね、なんかさも日本、同じ日本人の自分がすごいことをしてるかのように、だから気持ちよくなっちゃってんだよな、あいつはな。だからほんとね、ほんとなんか、浅はかなね、あっさいやつらやんなーっていう。知らんやろ、ほんとに他の選手のこと。俺も当たり前やけど、もう全員知りません。大谷翔平のことも知りません、ほとんど。であと山本なんとかっていうのもいいんでしょ、それもね全然知らない、うん、ね、けどね、ほんとあっさいやつだよな、うん、ね、なんか何でもいいんだろうね、別に大谷翔平が好きなわけじゃないんだろうね、ほんと何でもいいんだろうね同じ日本人でなんかものすごい実績があって、だから井上尚弥とかでもいいんだろうね、何でもいいんだろう、錦織圭とか一昔前の何でもいいんだろうね、その人自身にはね興味ない、まるでたこ焼きみたいな感じだな、その人自身に興味があるわけじゃなくて、その人がその世界で戦って、ね、世界の屈強な男たちをね叩きのめしていくその姿がね見たいだけであって、その人のファンでも何でもないし、その人には大して興味ないんやろ ね、うん、ね、失礼だよな、俺大谷かわいそうだと思うもん、悪いけど、うん、俺ねずっと言ってる、大谷を叩いてるわけじゃなくて大谷の味方やねん、だってね大谷のニュースをね連日ねテレビでねゴリ押ししてね毎日のようにねもう本当
報道して、うん、逆に大谷がかわいそうだよね、うん、それによって大谷の評価が下がるというかさ、大谷に対するさ印象がね、また大谷かよみたいな、野球興味ない人、大谷に興味ない人からしたらさ、うざいやん、また大谷かよし、ね、あの気持ち悪いんだよってね、あの思う人々がどん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 増えていって、その結果大谷のアンチが増えちゃうわけよ。もうそれってさ、ね、一見ね大谷を持ち上げてね、あの大谷さんすごいってね、見せかけてるだけでね、実は俺テレビ局ってね大谷のアンチなんじゃないかと思ってんだよね。だってなんかちょっと前にさ、大谷の新しい新居、アメリカでの新しい新居にさ、なんか突撃したテレビ局あったでしょ。あのスーパースターといえどさ、ね、一人の人間ですから当然プライバシーってのはあるわけでね、しかもそんな有名人の家にさテレビ局が押しかけてさ、で報道しちゃったらさ、たとえモザイクかけようが何 しようがさ、まあ情報ってのはさどっかで漏れるか、まあものすごい特定班がね特定するかで、ね、そんな有名人の家 がバレちゃったらさ、もうずっと引っ越しを続けなきゃいけないわけでね、大谷くんね、うん、デコピンと一緒にね、うん、だからかわいそうやなっていう。でなんかそんなことしといてさ、ね、何食わぬ顔でさ、何大谷のニュースをさ、ね、未だに報道し続けるわけでしょ、ね、もう本当俺マスコミ大嫌いでね、本当に嫌いなのよ、なんか視聴率こじき、再生数こじき、ね、話題のものにすり寄ってすり寄って大谷にすり寄って、ね、話題になれば何でもいいんだよね、倫理観とか、ね、他人の気持ちとか考えず、数字が取れれば何でもいい、数字理論だかな、本当ね気持ち悪いよねマジで、この国はねマスコミがね腐らせたと言ってもね過言ではないというか、実際そうだからね、本当に世の中のね世論とかね風潮とか、国民の価値観っていうのはねいくらでもメディアが操作できるんでね、本当にだからこそ僕は言ってるんです、テレビなんてね見ないと、でもう本当にインターネットの時代ですと、まあインターネットもインターネットでね本当いろんな情報がね錯綜してて、本当は偏向報道じゃないけどね、デマとかね悪質なこう情報とか流れたりしてるけど、でもテレビと違って情報をね無限の選択肢から選べるっていう点で公平性があるんでね、だからまだネットの方がマシだなっていう、そのネットリテラシーの問題なんでね、受け取る側のこう読解能力の問題ですから、だから でもテレビってさ限られたチャンネルしかないわけ でご老人とかスマホとかねパソコンを扱えない人たちにとってはもうその限られたチャンネルの中でしか情報をね得ることができない、だからいくらでもね操作できるんですよね、っていうね、本当ね本当僕はねうんざりですね、もうね近所のねおばちゃんとの井戸端会議でもね、昨日の翔平 見たって、知らねえよと、ほんと困る、那須川天心、キックボクサーで今プロボクシングに転向したさ若造いいんじゃん、あいつもこの間言ってたよね、なんか知らないけどさ、インタビュー中に、試合後のインタビューなのか分かんないけど、なんか突如としてインタビュアーから、そういえば最近の大谷翔平選手についてどう思いますかとかいうさ、いきなり全く関係ない格闘技関係ない野球の話をさ振られてさ、でさすがの天心もねイラッときたんだろうね、全然野球興味ないんで知らないっすみたいな、ていうか大谷選手の報道されすぎじゃないですかみたいな、いい加減飽きたんですけどみたいなこと言ってちょっと炎上してたんだよ。でもね、俺ね、よく言ったと。ナスカよく言ったって俺思ったね。みんながね、言いたくても言えないことを、ね、よく言ってくれたっていう。絶対ね、同じことを思ってるけど、それ言ったらバッシング食らうから、それ言ったらね、周囲の人にちょっとなんか嫌われるから言えないっていう人多かったと思うんだよ。でも、天心よく言ったやん。そうなんだよ。それってね大谷に対しても失礼だし、プラスその那須川天心、だけじゃなくて他のねもういろんな著名人いろんなスポーツ選手多分いろん同じような質問されたと思うんです、大谷選手についてどう思いますかとかさまあちょっとね風邪ひいたんだよ悪いけど、連日のね谷原でね大谷ハラスメントでね体調崩して風邪ひきました、責任取れよおい、なんて言っちゃねえ、そら。マジで。
ストレスなんだよ。病は気からなんだよ。その他のアスリートに対しても失礼なんだよ。あの本人のことを聞けよっていう。大谷選手、あのね、その選手にインタビューしてるのに全く関係ない大谷選手の話を聞くって死ぬほど失礼なんだよ。だから気持ち悪いって思うね、本当に。それはで天心も切れるわ。それはあの嫌味言いたくなるでしょ、うん、ね。しかもね、悪いけどマイナースポーツやで。大谷がね、例えばサッカーでバロンドールを取りそうとか、ね、チャンピオンズリーグ得点王とかね、プロボクシングでじゃあ何でもいいよ、ヘビー級のね、チャンピオンになるかどうかみたいな、うん、とか何でもいいよ、うん、テニスで、ね、テニスでグランドスラムを取るかとか、うん、そういうレベルやったら分かるけど、野球やで、悪いけど、あのね、日本だけやねん、こんな野球でね、騒いでんの。ああ、もう恥ずかしくないのマジで。ああ、それもメディアのね、ご利用しやからね。いつも思うの、報道ステーションって番組あるでしょ。まあ別に他の番組でもいいや、他のニュース番組でも何でもいいや、報道ステーション見てるとさ、もうお前どんだけ野球の尺長いねんっていう。もうね、マジであの番組地獄。何が、あっ、もういいだよ。ああ、激冷えだわ。マジでね、マジうんざりする。まだプロ野球 の, シーズン中の試合とかだったら100ポイズってまあいいんだけどさ、なんかオープン戦とかやんじゃん、開幕前 の, 練習試合オープン戦。お前さ、どんだけ優遇されてんだよっていう。うん、見たいもんね。俺サッカーの J リーグのさ、開幕前のさ練習試合とかさ、各クラブのキャンプの映像とか見たいよ。ねえ。でも一切やんないもんね。せいぜいやべっちジャパンとかでやるぐらいでしょ。普通の、ああいうニュース番組で、ね、ゴールデンのね、夜9時とか10時の時間にさ、ね、ただのオープン戦、ただの開幕前の練習試合の情報をさ、報道するとか、お前どんだけ優遇されてんねん、マジで。マジでオープン戦なんかどうでもいいわ、ただの練習試合なのかよ。マジでね、もう思うんですよ。これは別に野球に限った話じゃないけどさ、もっと報道すべきことあるよね。何が報道ステーションだよ。ね、スポーツなんてね、好きなやつが見ときゃいいんだよ、勝手に。それこそ今で言うとダゾーンとか、なんかサブスク月額何千か払ってもうね、見るのが主流じゃん。 J リーグの試合とかもね、サッカー日本代表の試合とかも地上波でやることって減ってきてるでしょ。そんな感じで、もうあんなの趣味なんだからね、我々の生活に別に大して関係ないわけですよ。まあ娯楽っていうのはね、人間が生活する上で大事なものだから、それをなくせとは言わんけど、あんなものよりももっとね、報道すべき、国民に知らせるべき情報っていうのがたくさんあると思うんですよ。うん、それを、まあえてね、報道しないんですよ。あえて知らせないんですよね。うん、ね、政府とマスコミっていうのはズブズブやからね、都合の悪い真実を伝えられたらね、国民がね、真実に気づいちゃったらね、都合悪いから、うんね、だからああいう分かりやすいね、大谷翔平っていうね、かわいそうだよな、あいつもそのマスコミのね、くぐつに使われてるね、被害者だよ本当に。うん、分かりやすい、なんか国民が憧れそうだね、ああいう背が高くてすごい顔が小さくて小顔 で真面目でね、筋骨隆々でものすごいがたいが良くてね、でこうね、一般受けもいいね、すごい好青年なキャラクターでっていう、ただただあいつは分かりやすい、こうなんか大衆に好かれるキャラクターだからね、都合よく使われてるだけなの。あいつがね、例えば ねニッキビ面ね、ぶっつぶつのニッキビ面でね、もう丸っぱけでね、もうほんと M字ハゲでね、めちゃくちゃなブッサイクな顔でね、鼻毛がもうね、3センチくらい、ね、飛び出ててね、でガチャバでね、短足でね、胴長短足でね、で、めちゃくちゃ、気持ち悪いね、なんかキャラクターで、ね、
テラフォーマーズに出てくる最初にテラフォーマーズの最初から出てくるあのなんかブサイクなデブいいんじゃん、あんな感じの見た目であんな感じのキャラクターだったら絶対ウケないから、だから結局ルッキズムやねん、ね、大谷翔平っていうなんかすごいもう絵に描いたような好青年みたいなそういうキャラクターが都合がいいだけやねんな、ほんとかわいそう翔平がマジで、好きに野球やらせてやれよマジで、ね、あいつは別に報道なんかされなくたってね野球さえできてりゃいいんだよね、野球成人なんだから、だからもうそういうね趣味の範囲の問題は勝手にねサブスクなりなんなり払ってさ、ね、そういう専門チャンネルとか専門的なねコンテンツでやってもらって、ね、もっとさ政治だったり経済だったり、ね、医療、ね、社会、ね、もっと報道すべきもっと国民がね知るべき生活の根幹的な生活のもっとね、根元にある部分そういったものをねもっと知らせるべきだと思うんですよ、でも知らせない、でも報道したい、なぜなら都合が悪いから、ね、本当腐っとるねマジで悪いけど、ね、はあ、ね、もううんざりですね本当になんか、はあ、僕思うんだよね、その大谷はすごいよ、俺もすごいと思う、マジで、同じ男としてね、アスリートとしてね、あのフィジカル的な要素、トレーニングの内容、ね、すげえと思うよ、本当にすごいと思う。だから、好きだけど、俺はね、いつも思うのよ、その、成功者の、こう、映像というか、成功者のね、情報、成功者の報道をするよりもね、日の目を浴びないけど、ね、全然別にスーパースターでも何でもない、ね、月収20万とか、ね、手取り十何万とか、ね、誰でもまあつけるって言ったら失礼かもしれないけどね、まあ、いわゆる、なんて言えばいいのかな、ちょっと言い方悪いけど、底辺みたいな、方々の、ね、実態だったりとか、成功者の成功体験をね、報道するより、負け組のね、僕らみたいな負け組の失敗したね、落ちこぼれの失敗談とか、落ちこぼれの人たちの、それでもなんかその人の中でこうしたら少しうまくいったよっていう、そういうね、我々庶民と同じような境遇の負け組の人たちのね、成功談だったり失敗談っていうものの方がより価値があると思うんですよ。なんでかっていうと、その大谷翔平なんて化け物なんだよ。みんなも分かる通り、あんなやつのこう言ってることとかやってることなんて真似したところで俺たちが同じ、ね、領域にたどり着けるわけでもないし、そもそも真似できない。だから意味ないの、あんなやつのね、なんかこれまでのね、人生だったりね、トレーニングの内容とか彼の哲学とか彼のね考え方とかを学んだところって何の参考にもなんないんですよ。けど僕らと同じような境遇の一般庶民のね人たちの話だったり、それね、その人の考えだったりとか、失敗経験、成功体験ってのは、そんな大谷とかスーパースターのアスリートとか芸能人とか、ね、スーパースターの人たちのそれまでの体験よりもよっぽど参考になる、よっぽど真似できる。あ、同じようなね、レベルの同じような境遇の人だから、あ、俺でも真似できるなとか、あ、この人こういうことしたらね、こういう失敗をしたんだって、あ、じゃあね、それを反面教師に、あ、じゃあ俺もね、そうならないように気をつけようっていう、ずっとそっちの方が参考になるやん、だから言ってんの俺、成功者の、ね、報道とかね、成功者をね過剰に持ち上げるのはやめろと、そんなスーパースターの大谷とかのね、スーパースターのやつらなんて別にね、報道しなくてもね、取り上げられなくても、勝手にあいつらはね人生、うまくやって勝ち組ですからね、勝手に華やかな人生を送りますよ。じゃなくてね、一番にこう取り上げるべき、一番にスポットライトを当てるべきなのはね、大谷翔平みたいにね、あんな何十億何百億とか稼がないですよ、稼げないですよ。けどこう生活、我々の生活の根幹を支えてくださってるね、
労働者の方々のそのまあ実態だったり、ね、仕事の内容だったり、その人のこうね経験だったりとか、そういったものを僕はねもっと、どうせねどうせ報道するんだったらそういった人の、うん、報道した方がいいと思いますよ本当に。うん、やっぱその成功者ばっかり取り上げて、なんか今の若い子たちってのはね、例えばその YouTuber とかがさ、すごい高級な車を買ったりね、新築の高級な家を買ったりみたいな、すごいこうお金をいっぱい使って華やかなさ生活を見せたりしてるからさ、うん、どうなんだろう、俺はそういうのを見てね、腹立ってしょうがないからね、面白いとは思わないけどね、まあでも今の人たちってのはそういうのが好きなのかな、分かんないけど、けどなんだろうな、そういうのはあまりにもこうアピールしすぎてね、ね、それでこう注目を集めすぎると、そのいわゆるね昨今のね闇バイトじゃないけどね、まあ、それだけが原因ではないとは思いますけど、うん、やっぱそういうなんつうのかな、勝ち組のね、こう金持ちのね成功者たちに対してね、こうね恨みを募らせたね、ね、嫌悪感を募らせたね、無敵の人間たちがね、どん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 その悪意というかね、その憎しみを増上させていってね、金持ちに対してこうね、とんでもない犯罪を仕掛けるだったりとか、そういったね、うん、負の感情っていうものがね、我々の知らないうちにね、日本のどこかで、世界のどこかでね、どん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 膨れ上がっていくんじゃないかっていう、そういった懸念もありますからね、私ね。うん、だからやはり忘れちゃいけないのは謙虚さなんですよ、人間ってのは。もちろん金持ちね、まあ好きにすればいいね、お金を稼ぎたかったら、稼ぐ能力があるんだったら自由ですよ、うん、ね、それ自体が悪じゃないからいいんだけども、ただそのなんだろうな、その根底にあるのは、あなたがね成功してお金をいっぱい稼いで華やかな生活を送れているというね、その根底にあるのはね、成功できなかった我々みたいなね、一般庶民のね、底辺の人間たちのね、汗と血と涙ね、その人たちが、ね、地道に地道にね、日々ね、少ない給料かもしれないけどね、世のため人のために働いてるっていう、その人たちのね、その努力があるっていうことを忘れちゃダメですよ、本当にね、マジで。それをないがしろにした瞬間、世の中はね崩壊してくれ。ああ、だからいいですよ、大谷翔平さんすごいですね、すごいですよ、ほんと悪いことしてるわけじゃないです、ただね、ただもっともっと目をね向けてもらいたい、ね、日本のこの貧困の現状、日本のね生活を支えてるね、圧倒的大多数のね一般庶民の方々のね苦しい生活のね現状にもっと目を向けてもらいたいね。ああ、いや良くないで、良くない方向行ってるで、世の中ね。